ました。大見チャンネル、ちょということ、なんか今日すごいとこ来てますいや、すごいとこ来てますよ。旅館ですか？今日は何をやるんですか？誰の持ち込み企画ですか？確かに、誰の、はい、今日は僕の持ち込み企画になっておりますね。何当てていいの？まあ、みんな僕といえば何と思います？はい、はい、寿司。いや、もう正解ですよ。何ということで、はい、今日はここ、くら寿司原宿店さんで、僕たちオーブの大食いチャレンジ、ついにやらせていただきます。すごい、はい、まあ、でそんな僕の大食いをアピールするのはまあもちろんなんですけど、はいはいはい、まあ、このくら寿司さんの美味しいお寿司などの素晴らしさ、はい、そして僕らこの4人のね、まあ、もう既にあるとは思うんですけど、はい、チームワークの良さなんかを。チームワークか、はい、勝負じゃないじゃん。まあね、なるほど、なんかあるな、はい、はい、題して、はい、目指せ100品大食いオーブ。おおなるほど、まあ、4人で協力して100品、100品、100品メニューも何かあるの？メニューはもう自由です。何でもいい、はい、このまあもちろんお寿司だったり、他にもラーメン、茶碗蒸しだったり、サイドメニュー、デザート、まあ、たくさんいろんなメニューありますので。え、まあね、単純にくら寿司さんって100品以上あるの？そうだ、マジすごいね。めちゃめちゃあるよ。すごいね。お寿司だけだと思ってました。そう、もうお寿司だけのイメージがあったよ。くら寿司さん、サイドメニュー豊富です。うわ、まあ、ただこれ失敗すると罰ゲームがあります。おーい、なんかご飯の時まで、はい、普段、うん、皆さんどれぐらい食べますか？これみんなで100品ってことだもんね。ここら辺大事になってくるか。俺は調子、うん、でも調子いいぐらいで多分20ぐらい。ああ、じゃあ40貫ぐらい。100品4人だから、まああんまりあれか。20品じゃあ。みんなはそっちは、カズくんとか。だから俺結構寿司好き、うん、って言ってますけども、うん、25円。俺調子よくてマジで、うん、結構13とか。13、まあ、じゃあちょっと戦略外やな。目標20、今回ね。そう、だから今日は20目指そうかな。そっかそっかそっか、しっかりしろよ。まあ、すいません、僕は、うん、マサラはね、まあ最後30ぐらいですね。30、やっぱ強いね。一番最後か。30はえぐい、まあ、今トップいくね。でも平均してたら25ぐらいっていうか、まあ、ね、まあ、まあまあまあいい感じじゃない。だから本田くん、じゃあ、まあ、じゃあ10ぐらいですね。10、はい、僕は 10ぐらいです。しっかり朝食、はい、僕小学生の時でも10ぐらいでも普段だから、やっぱ普段お腹いっぱいになってちょうどいいぐらいですから。今日もしかしたらね、その大食い企画っていうのもあるから、ちょっと頑張ったらもっといくかもしれないですし、はい、20目指しましょう。俺らは20目指そうですよね、はい、みんなで頑張っていきましょう。頑張りましょう。さあ、はい、食べていきましょうか。最初何からいくタイプですか？光り物から食べるのよ。イワシ。じゃあ僕サーモンからいきます。あ、いいね、サーモン、はい、好きなものを丁寧に食べるタイプだ。それ分かんない、こういう寿司の食べ方で分かるから。うん、ただひたすらね、あの二人よりもこっちは多分戦力にはなるから、軽いものからいった方がいいんじゃない？そうね、そうだから、この揚げ物系は後に取ってこい。そうね、うん、焦らない焦らない焦らない、よろしくお願いします。お願いします。なんか一応なんか噂によると小食チームということらしいですね。まあ、確かに普段あんま食わない2人です ね。でもちょっとギャフンと言わしちゃいました。確かに。ちなみに一番好きなネタ何ですか、カツは？僕貝類やったら結構何でも好きなんですよ。いや俺も貝類好きよ。あ、好き？アサリもめっちゃ好きだし、ホタテも好きだし、ね、とりあえずもうほとんど頼んじゃおう。もうエビ、はい、エビエビエビ注文する。あれ、エビアボカド。え、食べてよ。食べるよ、食べるよ、うん、俺も食べるけどね。おお、早い早い早っ、めっちゃ早いじゃん。はい、届きました。一つ目です。はいはい、一番最初僕はイワシを頼みました。それではいただきます。いただきます。久しぶりだ。うん、おいしい。うわー、おいしい。うまっ。くら寿司おいしい。今日ね、今日ちょっと抜いてきたんですよ。そうなんですよ、うん、まあ俺たちボクサーみたいなことしててね、はい、本当にこういう試合に対して結構ストイックなんで、あんまり食べてこなかったよね、うん、これカメラに映んないぐらいにいける、多分いけるな。これ電球とか危ないよ。これ大丈夫？これ多分この一回この木の部分外してもらった、木の部分外してもらった方がいいよ、はい。じゃあ、本田くんお茶じゃ作りますよ。え、ありがとう。あ、これガリや。あ、こっちやった。
本場のミシュランで働いてた人のお茶飲めるわ。まあまあまあ、お茶入れてましたから。あ、え、来た？あ、来てる。え、すげえ、いつの間に、瞬間移動。本田君、はい。うわ、え、瞬間移動で来たやん。え、すごい、はい、じゃあ、いただきましょう、はい、いただきましょう。いきます。はい、せーの、いただきます。まあ、まず記念すべき1個はこの、漬けマグロです。そう、漬けマグロ、極み漬けマグロ、はい、うまそう。うわ、ちょ、見て、だってもう綺麗、色がピンク色。1貫目どうすか。うまっ。じゃあ俺も食べてみて。マジうめえ。うわ、漬かってる漬かってる。いただきます。うまこれ。うわ、俺100皿いけるよ。余裕。え、マジクソ余裕だよ。ごめんなさい、一人で100皿マジこれいけ。なんかこれ100皿いけないなって思ったけど余裕でしたわ。これいけます、いけます。いや、もうなんかついでみたけど、うん、自分ちょっと頼んでほしいの1個あるわ。何？ラーメン。ラーメンは何だろう。なんでラーメン行くの今。大食いったのよ。100品目指してんだ俺たち。すすりたいな。すすり、ちょっとね、嘘でしょ。もうあったかいもの欲しいなと思って、お味噌汁かラーメンか悩んだんだけど、ちょっとラーメン行きたい。ラーメン行く、うん、どれ行く。うわ、美味しそうだけど、マジで味噌ラーメンかな。味噌行く、うん、ネギあり、うん、行こう。ありがとうございます。誰、お前、味噌ラーメン早いって。これでマジ 100品いかなかったらやばいよ。見てください、この味噌ラーメン。来ました。これ見たら行きたくなるでしょ、ラーメン。行きたくなるよ、ラーメンね。うわー、ラーメンいいわ。うわー、え、うどんとかある。ラーメンうまそう。おい、ラーメンとかうどんとか食べない方がいいよ。ラーメンうまそう。やめた方がいいんじゃない。ラーメン食べてんの、こっちで。おいしそう。濃厚、濃厚味噌。いや、めちゃくちゃうまいわ。でもこういうのを間に挟めるのいいね、うん、やっぱね、一品料理も手を抜かないのがくら寿司。ラーメン食べて一個だから、一品だから。はい、まあ分かってるならいい。分かってるならいい。皆まで言うなと思いましたよ、うん、分かってるならいいよ。よし、食べ終わりました。いや、あったまった、あったまった。うん、うわ、もう行っちゃう。いや、でも興味あり。なんかさ、なんか家とかでまあいるときに、なんか辛いお菓子食べて、うわ、なんか甘いもん食いたいなと思って食って、うん、でもまた、そう、もうこれ無限、これ無限なんですよ。じゃあもうちょっとしてから行くか。うん、もうちょっとしてから行こう。もう俺ら普通に楽しんじゃってるわ、やばい。どうしよう。もう俺らはもう、うん、これ内緒っすよ。ここだけの話。ここだけの話。俺らも楽しんで食べちゃった。だから、そうそう、そんなんでもあっちにもうあっちはもういっぱい食ってくれるから。フードファイター的な絵はもう多分元からあっちに求めてて、うもう俺らはただ単に回転寿司に楽しみに行った20代後半の男性の絵ね。ごめんね、24歳だいやいやいや、全然全然そんぐらいの感じで行きますか、はい、そうしましょう。これ内緒っすけどね。なんうまい。いや、もう全部うまいもんだって。よし、ちょっとじゃあ、俺はそろそろあれ行こうかな。寿司も結構食べたし、ちょっと何行きますか。クレープ。いやいや、クレープ、甘いもの欲しくなるでしょうよ。早い早い早い。サーモンの後はクレープだから決まってるんですよ。僕今ラーメン食べたのに真逆のやつ行く。ラーメンはまだ早いでしょ。なんで、待って待って待って、めちゃくちゃ種類あるわ。クレープめっちゃ種類ある。これはすごい、めちゃくちゃあるわ。うわ、さすがにやると思うでしょ。寿司の途中だからご飯系だと思うでしょ。うん、いちごダブルクリーム。それは別腹。まあ、もちろん。お、んすげえ。どっかで作ってくれるってこと。もうちゃんと手作りで作ってくれてるんだ今この日本のどっかで。そう、うわ、それはすごい。
でその間にお寿司を勧めといてくださいっていう、そういうこと。あっち何皿食べてんの？同じぐらい食べてんのかな。いやどうなんだろうね。もう来てるね。待って、何が？え、何が？何これ、うぐやばい、もう来てるね。え、や、来てるのは何が来てるの？お腹。え、もうお腹いっぱいってこと？もうすぐ来るね。全長来て、全長来てますね。早すぎへん。でも何歳ですか？ですよね。大体こんぐらいから来るんですよ。早くね。でも本田くん、俺まだ始まってないです。頼りになるわ。まずこいつ。待って、これめっちゃうまい。ダメだ。来たー！限界いっちゃう。来たー！お越しくださいだって。ちょっと待ってて。それでは見てみます。確かめな。これ普通お水とか取りに行くけど、これクレープ取りに行くの。初めて見る。そうでしょ。はい、ということで今一人になっちゃったんですけど、今もうあの頼める限界まで頼んじゃってるんで追加ができない状態です。トミヤ、はい、早っ。何来ました。本格的すぎんのよ。え、一人で二つ。はい。いやいや、これはあげません。僕、はい、大丈夫です。生地の色すごくないな。本格的、おいしそう。食べて感想を聞かせてよ。はい、あざとい感じになっちゃうかもな。カメラ目線でじゃあ行ったら。食べ合わせ大丈夫。食べる。いやいや、この子嫌だろ、嫌だろ、この食べ方嫌だろ、絶対一番嫌だろ、絶対この子にして絶対食べない。おいしい。うわ、これ幸せすぎる。来た、見て、俺の大好きな生クリームと、しかもだからこれ生地の色すごいよ。本田くんと俺麺からにちゃんと意識してくれてる。嬉しい。青、青はない。もう今これ、これ頼んで、もうあれネギトロ食べたくなってるから。今4人に46から。うわ、でもまあ折り返しに行ってるってことっすよね。これいけるっすね。で、あっちは今お腹の具合どうなんですか？結構まだまだいけそうな感じではあると。じゃあちょっといけそうな希望もね。きた。え、うまそう、見て、めっちゃブリブリやねんけど。あれね、あれにもろ。めっちゃうまそう。そう、そう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 、食べていいよ、そのうまそうなエビを。うん、うまっ。え、もしかしてヒギ一点見つめしてました？してた、しました、今してた俺、はい、一点見つめしました。お、全然意識なかったわ。意識ないところやってたの。マジっすか。もうちょっと来てますね、結構。いや、来てますね。限界超えてるね。ちょっとペースアップしていきますか。いきますか。うん、うん、美味しいよね。うん、うん、うん、かわいい、かわいい、幸せですね。幸せ。うん、今56、あと10ぐらい目標か。やばい、無理かも。逃げる。隠してたリミット開くか。マジですか、それできるんすか。食べてください。はい、ください。すいません。ね、止まってる、止まってる。いや、食べて。来てないから今。味噌汁、味噌汁。あ、すいません。この間にもラーメン時間かかるかもしれんから頼んどく。おい、おい。全然気づかへんかった。寝てるやん。お腹いっぱいなってる。一人でめちゃくちゃ喋ってたわ今。危な。ね、危な。アウトです。アウト。危なっていう。全然アウトです。間に合うかなと。いやいやいや、間に合ってないです。でね、ラーメン頼むもん。ちょっとあっち聞いていい？はい。ちょ、浦本、佐野。はい。俺らラーメン挑戦していい？
いや、食べれるならいいですね。任してポチ。アホやな、お前。遊びでやってんじゃないんだよ。うるさ。あんま俺と食べてる量変わってねえのに。隣うるさ。もっと言ってよ。いや、来て、ほら見て、これ全部俺。全部アワビ。ご。全アワ。よし。これで本来俺21やから。負けてなんねえな。あ、その調子っすよ。それでこそオーブのリーダー、本田。はいはいはい、これも俺の。え、やばこいつ、やば。え、マジで。ビビってるっしょ。ビビってるっしょ。え、マジ言ってんの。はい。舐めたらあかん。あ、ダメです。あ、ごめんなさい、人の歌歌わないです。悔しいな。何もできない、何もできない、自分が怖い。ちょっと席一回立っていいですか。まあまあまあ、うん、あ、何休んでるの。どうしたんですか。来てるね。まだでしょ。今どんぐらいですか、全部で74皿。今こんなに何皿食べたの。あ、十何本か。あ、でもすごいじゃん、すごいじゃん。頑張って、もうでも頑張る。もうでもなんかあの人たち見たら元気出てきたわ。やばい、あの人たちやばい。空の持ってる、お前らすごい。行きましょうか。もう俺はドリンクしかねえ。絶対違うって。ドリンクで稼ぐやついないって。何言ってんの。おかしい、おかしいよ。あと8皿。いけるいけるいける。プリンなんて最高だ。ティラミスモンブラン、行こう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 。なるほど、行こう。お前これもある。でもすごいよね、めっちゃ食べてるよね、あの二人。すごい。あと5。これ1、2、あ、行くわ。あ、マジで。え、そしたら俺の記録抜かしちゃうやん。指ハート、指ハート握り。もう早く急いで急いで。やってる場合じゃない。やってる場合じゃない。どこ？なんかぬるっと、ぬるっと出せって。おい。うわ。逆算成功。うわ、すごい。代償は大きかったみたいです。うわ、うまそう。フルーツ、うめえ。おお。確かになんか飲み物って飲めそうな気するね。うまい、クネップ。結果発表。このテンションでございます。はい、めちゃくちゃ美味しかったです、前提で。でも俺たちは食べ過ぎた。ちょ、ついついね。うん、美味しいから。美味しいから、ついつい食べ過ぎちゃった。そうね。いや、まずさ、俺たちとこっちは違うから、結果じゃ一回さらっていっていいですか。確かに、見ましょうか。まずフミヤ、はい、大健闘、30皿ありがとうございます。俺次元違うよ、すごい。で、本田くん26皿。え、でも近くあるんです。いや、頑張った。すごいから、ちょっとあんま30皿のこの凄さ、26まであんま来てほしくないね。ちゃうね、うん、じゃあ、あの、勝くんが小食で最下位かなと思ったら25皿いってます。なんか、
前提でそのオーブって結構みんな負けず嫌いじゃん。そうそう、俺らの中ではここでも戦ってたのよね。そういうことね。絶対俺が勝つには勝ちたいと思ってて、そう勝つも 俺に勝ちたいと思って、俺が抜かしたら抜かしてくるからやれやれ。俺最下位の24なのよ。結果開けてみたら俺あっそっちのさあれ知らなくて、で2人全然食べてないじゃんかと思ったら俺たちの間にいるよ。笑わせてどうでした、そのくら寿司さんの食べて。まあ、今日ですか。今日は。そうですね、僕は、まあ、お寿司、久しぶりのお寿司だったんで。そうね、俺もそう。まあ、それが本当に全部美味しかったのはもちろんなんですけど、うん、まあ、それ以外の本当に他のメニューが充実クレープとかしすぎてて、ラーメンとか、まあ、すごかったね。すごい。そうね、まあ、無事達成できたということで見事クリアです、はい、僕は満足です。最後にちょっと代名詞だろう、このビックラポン。おぉ、やっていきましょう。え、そうだ。そう、あ、できますか。これ、お皿5枚入れたら1ビックラポンができる。え、じゃあ20枚くらいできるんじゃない。そうよ、行きましょう。行きましょう。入れていきます。ビックラポンしちゃいましょう。行きましょう。1 2、すごっ。3 4、始まるじゃない、映像。5、はい、行きました。ゴー。お、始まった。今日行け。じゃあ自分は手前。じゃあ奥。オッケー。俺マジシャン。じゃあこれマジシャン。あ、お。お。当たり。え、熱いってことこれは。お。どっちは。外れかい。そっちかい。お。そっちか。主人公わからんわ。いや主人公どっちやろ。確率何分の何やねん。逆に当たりだろ、こうあったつぶ。またね、え、なんかちょっとこれ法則的に金魚すくいダブルは熱いんじゃない。確かに熱そう。なんか今までこう来てたのに金魚すくいダブルってことはこれ熱いんちゃう。へー、しゃあ、ほらほらほら、まだわかんない。うわーい、ほらボーイ、ほら多分熱かったんだ。おおおお、踏み上げる。えー、すごい。ありがとうございます。踏み上げる。じゃあまた後で見てみようか、はい。いや当たったね。ついに当たった。目標達成、そしてビックラポンも当たり。当たり。完璧。いや楽しかった。ビックラポン楽しい。食べた分だけ楽しめるってやば。いや本当よ。それもそんなこの行為が全部ビックラポン。大丈夫。だからボケ勇気力は残ってる。ボケ勇気力は残ってる。ついね。また多分今お腹いっぱいだけど、まあ、明日からまたくら寿司行きたくなるから多分。いやそう、あの寝て起きたらね食べれるのよまた。そうなのね。また4人でじゃあ150皿チャレンジ。あ、やばい。次。いや、あんまりやろうって言えないけど。プラズです、本当にありがとうございます。ありがとうございます。いや、本当に美味しかったです。ぜひ、プライベートでも来ます。絶対行きます。美味しかったです。以上、パオレッシャー。バイバーイ。いや、楽しかった。ありがとう。